このセットで50元なので200円いかないぐらいです。いやこのセット本当おすすめ。あとはタンパク質ももちろん取りたいということで、硫黄豆腐、ハイダイ、豆腐の10元、10元、10元、30元です。これが台北の80元のローカルのお店のご飯です。なのでだいたい300円ぐらいのランチです。お弁当と同じぐらいでこれだけボリュームがあって食べれるので、あと肉とかを頼むともうちょっと高くなるんですけど、僕はこれが全然で十分美味しいので、うまい。ルーローハンは飲み物ですね。Thank you.